高円寺の古着屋ゴシックさんで購入したレザーコートです。すごく雰囲気が気に入って購入したんですけど、少しこういうところとか、色ムラだったりとかがあるので、こういうところにちょっと補色をしていこうと思います。あと襟のところも少し色が剥げてしまっているので、こういうところを少しずつちょっと補色をしていきたいと思います。襟はやっぱ擦れやすいので色が落ちやすい場所なので、ここも色をつけていきます。色は、サフィールの黒と薄め剤で、グレーっぽいのを今作ってます。ちょっとグリーンが入っているような色なので、完全に同じ色をちょっと作るのは難しいんですが、まあ、目立たなくするだけなので、これでやってみようと思います。何度か補色をして、少し目立たなくなりました。完全に同じ色を作るのはなかなか難しいんですけど、カメラよりは肉眼の方が目立たなくなっているので、特にこの辺のまだら模様だったとことかはあんまりわからなくなったので、まあ良かったかなという感じです。襟も色を入れます。だいぶ色が入って傷というか擦れてるとこが目立たなくなったかなと思います。コツとしてはこうザーッと軽く塗って、すぐタオルとかでポン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 という風になじませてあげるとベタッと色がつくことなくなじみやすいので、塗って、こまめに、狭い範囲を塗ってタオルで叩いてなじませてっていうのを繰り返すと徐々に色が入っていって綺麗にできると思います。ということで、補色完了しました。あんまりこうビフォーアフターで劇的に変わるほどはやってないんですけど、こういう端のところとかも補色して結構傷が目立たなくなりました。一番気になってたこの辺のまだら模様の部分とかも見る角度によっては若干まだこう残ってるんですけど、かなり目立たなくなったのでやってよかったかなっていう感じです。まあ、ここのなんか多分、なんだろうな、これオイルかなんかか、ポケットから漏れた感じなんですかね。ちょっとここだけはどうにもならなかったんですけど、襟の方も綺麗に治りました。オイルも入れて、クリーニングがざっと終わりました。この辺、今、窓際で太陽光でやってるんですけど、全然、まだらとか色が目立たなくなってきたので、綺麗になったなって感じですね。ちょっとこの辺とかが少しまだ色落ちというか黄色っぽい部分が残っているので、この辺最後補色をしようと思います。あとこの辺ですね、ちょっと色が落ちてる部分とかを最後に補色して完成かなっていう感じです。あとボタンの擦れてるのが結構目立って、これはこれで味なんだと思うんですけど、ちょっとみすぼらしい感じが私はするので、これももう塗っちゃおうと思います。よく見るとこれ、このボタンはかなり緑っぽい色なんですけど、ちょっとこれを作るのは難しいので同じ色で染めるというか塗っちゃおうと思います。ベルトループのところもちょっと補色します。だいぶ擦れた部分が目立たなくなりました。ボタン色入れます。ボタンに色を入れただけで、結構綺麗に変わりますね。やっぱり見た目の印象が変わりました。色を入れて、クリーニングを終えて、全てのメンテナンスが完了しました。かなり綺麗になったかなと思います。多少のイラムラとかはもうこれは味だし、もともとそういうのが嫌であればこのコートは買うべきじゃなかったので、まあ、その辺の良さは残しつつ、気になってた、まだら模様の部分だとかは あまり目立たなくなったかなと思います。あとボタンですね。ボタン結構ボロボロだったので、まあ、ボロボロって言ってもこう色が取れてただけなんですけど、そこ補修してあげるだけで、結構見栄えが良くなりました。大変だったけどやってよかったです。